絶好調にしゃぶいね。はい、まだ1月なので寒いですよ。OK、 じゃあ今日の鴨脇さんのお題は、お家の中で大事なもの。お家の中で大事なもの、あまり家にいないので、で家の中にあまり自分のものはないようにしているのと、でなんかさ、いやでももうポンって思いついたのは、昔ね、十何年前にあの脊髄の病気で入院してた時に、あのメンタル的に壊れて、あの閉所恐怖症になったんですね。でその時にあの家がね吹き抜けなんですよ、リビングが。でこの吹き抜けの家がもう本当にストレスで、最初の建てた頃寒いんですよ、とにかく。でプロペラがね、あの扇風機か、風を送るのが上の方にあって、とにかく回すと上の方の冷たい空気から拾ってくる、結構暖房入れても何しても寒いんですね。でもとにかく家が寒くて、でその冷えがやっぱ原因でね、腰痛が悪化して、こうやっぱ脊髄のね腫瘍が進行したんですよ。もう本当に冷え、低酸素低体温が一番病気の元なんでね、もうまさにその通り、体が冷えてしまって脊髄の病気が悪化して、でだから家に対してすごい、なんかあまりこう自分の中で、もう本当これは本当何一つ俺の意見のなかった家だったので、愛着感もなかったし何もなかったんですよ。まだ負のマイナスな頃の自分ですね。で、入院してた時にね、もう改心して、この先ずっともうポジティブに生きようって、笑顔で生きようって、覚悟してた時に、家に帰った時にこの吹き抜けのね爽快感というか、ああ俺はこのために吹き抜けにこの家はなっちゃった、俺が望んでした吹き抜けじゃないですからね。でも、ああこれは俺のために吹き抜けになっちゃったんやって、あれ普通の天井やったらね、やっぱまだこう天井見ただけでもこうパニック障害とか、なんかとにかく目の前がちょっとこう、もうもちろんその頃エレベーターとかも乗れないですし、狭いところはもう本当にとにかく天井やろうがない、狭いっていうか普通の天井でもちょっと息苦しかったですよ。ようそんな状態で手術とかまで行けたなと思ってね、あの頃本当にもう本当に崖っぷちを何回も滑り落ちて、一生懸命這い上がって、ほんのちょっとずつ、もう本当もう崖っぷちを手でこう指先だけでこんな感じで伝ってたような頃があったので、でもその吹き抜けがね、で今リビングで寝てるのでね、その吹き抜けのリビングで寝てるので、やっぱその吹き抜けの爽快感がやっぱ最高にありがたいですね。もう今は閉所恐怖症はもうほぼないけど、ほぼです。でもやっぱ MRI は入れないと思います。入る気もねえし。はい、そんな感じで家の中の大事なものは吹き抜けですね。で起きた時にあーってね、吹き抜けでよかったって今でもやっぱ思えるので、本当人生の中でふと思えるようなことでも必ずそれってやっぱ自分のためになることなんですよね。それは本当に思う。で昨日はね、午前中セミナーだった、リズムトレーニングっていうトレーニングのセミナーがあったんですけど、行ったらねコロナのあれで中止になってたんですよ。でこれが連絡がね来てなかったんですよ。なのでそのなんで連絡がいかなかったのか、俺の申し込みがちゃんと伝わってなかったのか、完璧に向こうが忘れてたのか、
なんか何らかの形でキャンセルっていうのがこっちに送られてるのに俺が見てなかったのか、その原因だけねちょっと分かっとかんと、その俺が送ったファックスが携帯でね、ファックスサービスができるのがあるんですよ。それで送ったものがちゃんと届いてなかったのか、それだけちょっとね朝ちょっと確認しとかないとね、この先ファックス使ったりその申し込みとかをするのでね、まあ本当そのおかげで帰りがけにちょっと笑いヨガのね、おしゃべり会の主催をしている人の家の前をのほんの近くを通ったので YouTube 投稿を教えてって、まあ、言われてたので、ああもうついでにと思ってちょっと家に寄って YouTube 投稿を教える中でこうまあ緊急、あだから携帯をね 4G5G にしようっていうのが解決しましたおかげで純ちゃんありがとうで面白い、純ちゃんは純ちゃんでなんかこうカメラ機能、名前忘れたけどなんかカメラ機能がある、動画とかを撮れる、こんな手でね持ってこう映せるやつを買おうかカメラを買おうかで迷ってたんですよ。でも全く俺と内容が一緒だったけ、そのこう手に持って動画を映せるやつはもう最新鋭ですね、今YouTuber とかそんな人たちが動画を撮るのによく使ってるアイテムらしいんですよ。で結構高いんですよ。でまあ俺からしたらそれが 5G みたいなもんですね、便利なんですよ。でそのカメラはね、今カメラもねいろんな機能がついてるので、ほんでもう一個選択あった、3つあったのかな、あだけど3つ目はなんか自分の家の施術をしてる、マッサージをしてる人なんでね、マッサージって言っていいかな、とにかく癒し系のことをやってる人なので、そのベッドがね施術をするベッドを新しく買える、うん、なんかそのお金をね使う選択肢が3つあってっつって、ああそうもう全く俺と一緒やねっつってで話してて、あそっかってこう質問されてて思ったんですよ。 5G やったら 5G にしたらって言われたら、いやでも今使ってないしね、まだ電波が来てないしいつになるで、とにかくこうそれをしたくない言い訳が 5G の場合結構出てくるんですよ。まあ、納得することもあるんですよ。で 4G だったら別に何もない、まあ一個唯一その、うん、でもその別になんじゃないんですよ、うん、メリットの方がある。で機種を変えずに今までのでドコモに戻すっていうだけやったら、やっぱもう機能がだいぶ古いんでね、俺の今の SNS の、使用量に追いついてこない時があるので、ともやっぱちょっと傷が入ったりね、なんかで新しいものに変えて気分をちょっとこう一新したいとか、そうなんですよ。だから聞かれたら言い訳、それしたくない言い訳が多いのはしたくないんですよね。でそれが少なかったりもうほぼほぼないのが 4G なので、あ 4G やんって、もう純ちゃんありがとう気づかせてくれてみたいな、あんだけ迷ってたのが、でもシンプルに聞かれてやっぱそれしたくないって、うん、言ってないね、一番少ないのがやっぱ大抵ベストやし、いくらベストっつってそれにしても必ずメリットデメリットはあるのでね、これでよかったって思うこともあるし、ああこうしとけばよかったってことも絶対出てくるの、もうそれはもうどれに行っても出てくるので、いやもうありがたありがたありがとうございます。で純ちゃんも解決したんでやっぱ最新鋭は使いこなせないやろうって、で、まあ、カメラもいいけど、まあまあね首にぶら下げてね、ほんで一番いいのはそのやっぱ施術、自分の本職であるその仕事のね道具をやっぱきちっとしとくのと、もう携帯でほとんどもう本当俺 SNS は全部携帯ですからね、
携帯で全て賄えるので、で携帯買い替えたらいいんやないんって。で2人ともすごいね、解決したので、まあ、昨日は良かったですね。素晴らしいセミナーが中止になって本当に良かったなと思って、ただ原因だけね分かっとかないと、なんで 俺らに休みの知らせが来なかったのかの原因だけが分かっとかないと、この先はねそんな感じ。昨日はね良かったですよ。だから素晴らしい。で今日の朝ちょっと話が変わるんやけど、今日の朝やっぱコロナのね、朝やっぱコロナのちょっと情報が、朝テレビをね嫌でもそのチャンネルにしてるので耳入ってくるんやけど、そのなんかな、変異したコロナ、新しいね、新しい地下、うん、まあ変異したものがなんか死亡率が高いみたいな、ことを言ったりとか、もうとにかくメディアは過去最多をつけたがるんですよね、今ね。それをつけるとやっぱみんなが不安になるので、不安イコール視聴率なので、で今なんか増えたりだんだりしてるこの1月、まあ、2月って本当思うんやけど、最後のあがきなんですよね。だから物事が良くなる、物事が良くなる時って絶対少しこう悪くなったような症状になるんですよね。これは本当に思うんやけど、こう最近ちょっと肘がね、こうキックミットの肘を、ミットを持ちすぎて慢性的な肘がこうもう、うん、急に悪くなったんですよ。急に悪くなった、うん、悪くなったんです。もうグーも握れんし、腕も上げれんし、痛いし、もうここボコーって変形してしまって、あらこれ剥離骨折かなんかしようやないかっちゅうぐらい、もう夜もこううずいて寝れなかったですよ、先週の金曜日で。笑顔治療ねありがとうありがとうっつって笑顔治療してて、で金曜日になって、どう悪いで日曜日、もう本当にあらこれは病院で、やっぱね生きてる限りはなんかいろんな思いが上がってくるので、俺の中でも病院に行くことはないですよ、緊急なこと自体はね。でもやっぱ人間やけこう、あ病院って少しこうよぎる時があるんですね。病院って思うけど、もう別にやることは決まっちゃうし、ねって思った瞬間、あーって今が山なんやなって、これは大体いつもルーティーンなんですよ。体的に疲労が本当蓄積されて、こうなんか風邪みたいな症状とかね、なんかもうああ俺やべ死ぬかもしれんみたいなまあ昔ね年にな、何回かそういうことがあったりして、でもその時にああでももう今死んでも悔いないもんなって思うんですね。ああもう神様お迎えに来るんやったらもうそれでいいやって、思った時に思うとなんかこうスーって抜ける時があるんですよ、その悪いものがね。でこれも、まあ、日曜日がピークで、ああ今が山なんやって、もうここはもう笑っとこはいって笑ってもうより一層意識してね笑って、だ月曜日の夕方にキックボクシングがまたあるんですけどね、その 1,2 時間ぐらい前にスコーンって抜けて、あ今抜けたわっていう感じになって、グーが握り出して動き出して、でまあ月曜日持てたんですよ。で持つ時にやっぱ痛くないように、そこに衝撃が当たらないように意識して持つんですね。やっぱ怪我してる時って、とにかく怪我したり本当に体にこう不具合が来た時って自分を正すチャンスなんでね、今までちょっとミットをね、キックミットを持つ持ち方が散漫になってたのか、集中力がちょっと欠けてたのかもしれないね。だからそこをちょっと意識して受けるようにしたら、まあ持てたんですね。だってもうグーも握れない、曲がらない、痛みで夜寝れないぐらいの悪かったのが、劇的に急にこうやって持てるようになって、でやっぱね、1時間2時間近く持つのでやっぱこうダメージが残るんですよね。でもそうやってまたありがとうありがとうって、火曜日超回復にね、回復に任せてたら、水曜日ねまた月曜日よりもよく
コントロールできたんですよ。でそうやってやっていくとね、もうほぼほぼもう完治してるんですね。こんなんもう昔あったら、何ヶ月ものですよ。あ、腫れが引くのに何日もかかって、そっからなんで痛いんやろ、なんで痛いんやろ、なんで、ああこうしたら悪い、ああしたら悪いって痛いとこ探ししてどんどん悪化させてたんですよね、昔のルーティーンだと。でも今はもう何もせずにありがとうありがとうって笑顔で、そこに感謝してたら勝手に免疫力が治してくれるんですよね。ただ何良くなる、ちょっと前はガッてこう悪くなった症状になる、悪化するんですよ。あ、だからでちょうどコロナのねそういう話を聞いて、ああそうね、今も最後のね、だほんでじゃあコロナが完璧に全部なくなるのかってなくならないですよ。この先も、コロナっていうのはもうこんだけ植え付けられたんなら消えない、でやっぱ変異したりとかなんかして悪化してる人たちってやっぱ生活習慣が悪いんですよね。ああもうここだけはそうそうなんです。ほんで病気とかトラブルとかいうのは今生活習慣正しなさいっていうお知らせじゃないですかね。でやっぱ世界がこうやっぱなんちゅうコロナで死亡率が高いとかなんかそういうのってやっぱ聞くとやっぱ衛生的に良くないんですよね。昔日本もコレラとか赤痢とかああいうのが流行った時代ってやっぱ栄養も少ないですし衛生的にやっぱ良くなかったんですよ。だから日本人はどん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 改善してね、衛生面を良くしてそっち系の貧しかった頃のウイルスには打ち勝ったんですよね。だから今は飽食の時代のこのウイルスに、対応できるようにならないといけないお試しが、神様からのお試しが来てるんですよね。あ、だからまあまあ生活習慣正して免疫力を高くする、高める、でもかかったとしても笑顔でありがとうありがとうって、コロナさんありがとうって、だって俺も今回の緊急事態宣言コロナのおかげでやっぱ悪いことは起きてないんですね。いいことしか起きてないのでありがたいですそう、この市長選挙があるんですよ、今回ね。その市長選挙でまあ今の市長にめっちゃお世話になってるんですよ、この仕事の面で。でももう一人対抗の人は議長さんなんやけど、この人親戚なんですねだから どっちも応援せないけんのやけど、だからお世話になってる他人なのかあまりめった会わない身内なのかでもコロナのおかげで、選挙事務所にそんなに行かなくてもいいし、出陣式もやらないし、なるべくもう全然接しないまま、ね、選挙が終わってくれるとありがたい。でもこれはコロナのおかげなんでね、これが一番大きいなでね、コロナの時はもうそうやって免疫力を上げたりすることでやし、で前回の緊急事態宣言は観音参りをしたんですよね。神社参り観音参りをたくさんやって、それでまあ楽しんでたんですね。で今回は そこまで、施設も閉鎖してないし、仕事が夜がね、できないぐらいなのでそんな時間もないので、今回はパフェ巡りをまあもともといちごパフェはパフェ大好きなので、いちごパフェを美味しいところね、密にならないようにで、結果やっぱね楽しみが増えたのでコロナちゃんありがとうございますはい、そんな感じで、なんか昨日に引き続きもう20分になるんや、もうそんなもんにしとこうかな今日ね。はい、そんな感じで、まあ DTV も昨日はドクターズっていうドラマとね、なんか新春スペシャルみたいな2時間版ももう そのドラマ付けになっても、なんかこう人とか現場とかね、みんなが
こう成長していくんですね。まあ、前も言ったけど人の命とか体のことにみんなでこうそれを良くしていく中でみんなも人間的に上がっていくというすごい成功法則をね見れるのでインプットできるのでめっちゃいいですね。ドラマってね、もう本を見る、本を読むのと一緒、自己啓発系の本を読むのと一緒ぐらいなんかすごい気づきと成功法則が見れる。ありがとうございます。はい、そんな感じで昨日も、まあ、言い出したきりないぐらい充実した一日やったんやけど、まあ、最後はサウナに行ってね、日曜日はラオウという親父ファイト、ボクシングのね、九州チャンピオンの方とまたたわいもない会話で盛り上がって一日が終わりました。はい、じゃあそんな感じでひとりさんの言葉、自分に足りないものは人を褒める努力、人を褒める努力を始める、するとその場で人生が輝いて見えてくるから不思議です。あの人の顔も光り輝いて見えるし、この人の顔も光り輝いて見える。そして人を褒めようとしている自分の顔が一番輝いて見える。こんな小さな努力でこんなに幸せになれる方法があったんです。幸せ見つけたって感じになれます。もう本当、これを見るとね、これを見ると、あ、褒めてない、あ、褒めるの忘れてるなってやっぱ思うんですね。なんか日頃褒めてるような感じやけど、じゃあめっちゃ意識して褒めてるのかちょっとやっぱり忘れるけど、まあいいか。一言二言は褒めてる。まあ身内はその4割増しで褒めなさいって言うんでね。今思い、でも本当これを見るたびに意識しようって気を引き締めようって思わせてくれますね。はい、そう、これを見たちことはもうちょっと意識レベルを上げて人を褒めましょうね。 OK、 じゃあ、いや本当ね、昨日も一日ね、もう本当無駄なことが何一つなかった一日を過ごせてよかったと思います。はい、よかったね。はい、ほほはははほほはははイエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、オッケー、大丈夫大丈夫かよ、大丈夫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 、なんとかなる大丈夫かよ、なんとかなる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 、ついてる大丈夫かよ、ついてる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 、エアーでもいいのでほほはは言って、この言霊トレーニングを、まあ、とりあえず毎日を僕はこれと更新してるんでね、あの十何回視聴のコアな方々、本当これをね一緒にやって、まあ、1年間やり続けたとしたらもう絶対変わってますよね、メンタルが変わってます、表情が変わってます。ああそうなんですよ、もう昨日も言ったけど俺のはね即効性はないけどやり続ければめっちゃすごい鉄板な土台ができますね。なんだっけ、マインドっていうやつ、すごい強力なポジティブなマインドができますね。もう習慣なんでね。よし、そんな感じで終わりましょう。じゃあ笑顔、おーいいね、あでもいいか、24分喋ったね、なんで、まあいいや、9秒で終わろう。ついてる笑顔でにゃプチッ。